日ごとの家庭、2021年8月7日。金は金製品のため、銀は銀製品のためであり、職人の手によるすべての作業に用いられる。今日、自ら進んで手を満たし、主に差し出す者はいないか。歴代史上29章5節。各自、不祥不祥ではなく、強制されてでもなく、 こううししようと心にに決めた通りにしなさい喜んで与える人を神は愛し,てくださるの愛してくださるからです。コリントの神道の手紙、第2、9章7節。適材適所という言葉がありますね。それぞれの働き手はそれぞれの場所にいて働いているからこそ有益な仕事ができる。まあそれを感じられるとき、私たちの心には喜びが生じ。 ああ、こういうことができてよかったなということが起こる。無理がなく、意欲も生まれます。実は、仕事も、奉仕も、活動も、募金も、献金も、えー、前向きな喜びとともに、そういう、何て言うんでしょうね、こう本当に自由に自発的に、まさにこのためだということは、うなずけたとき、継続できる力となりますね。 仕事の強制、奉仕の強制、献金の強制というのは非常に不快ですよね。そして気持ちが沈みますというのは、できる人は褒められ、できない人は責められるからです。それがあってはいけないように思うんですよ。少なくても教会の中ではね、いろいろな理由をつけ、いろんな説得を試みながら、なんとか働,け働かせよう。 何とか捧げさせよう、何とか集めようとすればするほど、人の心は離れていく可能性があります。各自の心に、自らが感じる聖なる納得といいますか、愛を感じる喜びの納得があってこそ、積極的に支援的な姿勢を表明し、前向きに動き出すことができると思います。そもそも、 各自、不詳不詳ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めたとおりに、できている献金、支援、奉仕、えー、それをこう喜んで与えるという姿勢が育っているかどうか、考えてみる必要がありますね。義務感からじゃないんですよね。私がやらないと誰もやらないから。ということを。 まあ、全部悪いわけではないんですけれどもそれだとやっぱりあなたの存在だけが目立つことになり本当は他の人がやるべきことをあなたが邪魔をしているということにもなりかねないですね自由にイエスもノーも言える勇気が与えられるといいですねそして各自不小不小ではなくつまり嫌々ながらではなく 無理強いされ単なるこう義務感を押し付けられてでもなくそうだこうしようと神様から与えられた納得といいますかそれに基づいて献金が奉仕が活動が仕事が生活が前に進んでいったらいいですよねそうすると心ももっともっと元気になると思うんですけどね 今日の言葉、ぜひ覚えてください。金は金製品のため、銀は銀製品のためであり、職人の手によるすべての作業に用いられる。今日、自ら進んで手を満たし、主に差し出す者はいないか。歴代史上29章5節。各自、不祥不祥ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。 喜んで与える人を神は愛してくださるからです。喜んで与える人、これ、チアフルギバーというふうに英語では言われていますけれども、喜んで与える人を神は愛してくださる。そんな心が育つといいですね。祝福がありますように。